こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回はかゆいところに手が届くカードケース後編をお届けします。カードケースをミニ財布代わりに、はい、持つ方が増えたということで、本当にそれが便利なのかどうかっていうところを検証していきたいと思います。はい、前編ではロエベ、ジルサンダ、そしてサンローランのカードケースをレビューしました。気になる方は概要欄にリンクも貼ってありますので、チェックしてみてください。はい、後編でも大人気のハイブランド3つ、ご紹介していきますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、収納力、使いやすさなど細かくレビューして、一番使いやすいものはどれかというところもお伝えしたいなと思います。それでは早速見ていきましょう。まずご紹介するのはマレクストラのこちらのコインパースです。はい、見た通り、細長い形なんですけど、とにかく薄くて、ミニバッグなんかに入れるときはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、サイズ感は結構こちらが16センチぐらいと比較的長いサイズ感になっています。iPhone と比較してみても、それよりも少し長いぐらいですね。ただとっても薄いので、その分コンパクトに収納はできるかと思います。であとは作りの部分です。ここに 1,2,3,4 枚カードが入れられるようになってまして、形が少し変わっていますよ ね。 そうですね。なんかこうちょっとへこみがあることでカード入れやすそうだなって思いました。そうなんですよ、スルッと入るような工夫になってるのかなと思います。であとは1つジップのポケットがついております。では実際にカードを入れてみました。4つカードスロットがあるので4枚入れたんですが、なんかもう少し入りそうな感じしますよね。本当ですね。はい、幅がここが広いので入れやすさがすごくあります。で今ちょっと硬いタイプのカードですが、結構スルスルいきますね。そうなんですよ、なかなかこう厚みが出る分2枚全部入れるのって難しいと思うんですけれども、そうなんですよね。このカードケースはちゃんと2枚ずつ入るのが魅力ですね。はい、あんまりそんなパンパンな感じもせず、薄型のままですね。であとはジップのポケットのところにもカードを入れることができます。続けて現金を入れてみました。はい、このポケットがそんなにマチがあるタイプではないんですが、見た目の割に皮が柔らかいので、パボッと開くことができますね。見た目以上に現金入ってるなと思いました。そうですよね。今小銭が10枚入ってまして、あとお札は三つ折りにする必要があるんですけど、今5枚入っております。で締めてみると、ちょっと厚みが出るのでこれぐらいがマックスなのかなと思います。2つ目にご紹介するのはバレンティノの、カードケースになります。すごい色味もヌーディーな可愛い色でして、ここにブランドのロゴが同じ素材で、浮き出て出ております。はい、あとは、金具の部分も綺麗なゴールドになっていて映えてますね。すごい女性らしいデザインですね。はい、サイズ感なんですけれども、横が13センチでして、 iPhone13 Pro よりは一回り小さいぐらいですかね。まあ、ほぼ iPhone と同じかなと思います。中の作りを見ていきたいのですが、こう手帳のようにガバッと開くようなタイプになっておりまして、カードスロットが8つあります。でこの横にも、そこにもあるんですね。はい、入れる場所がありまして、さらにこの裏側にも2つ、そこにもあるんですね。はい、入れる場所があります。なのでカードがとにかくいっぱい入るフラグメントケースなんじゃないかなと思います。はい、あとは、ジッパーのポケットが1つついております。実際にカードを入れてみました。今ここのカードスロットと、あと横に1枚ずつ、あと裏に、入れてまして、合計で12枚カードが入っている状態になります。本当もこれだけでもカード入れとしては十分ですよね。そうですね。はい、で、2枚ずつ入るかどうかなんですけれども、カードもすごく入れやすくって、で横にも2枚入れられますし、後ろもこうやって余裕ですね、2枚入れることができます。とにかくカードをたくさん持ち歩きたいって人にはもうぴったりですね。はい、実際に、現金を入れてみました。でこちらに小銭10枚入れることができました。で、お札なんですけれども、
もちろんここにこうやって収納することができます、はい、ただ今すごいカードをこっちにもこっちにも入れてる分、うん、ここの開きが狭くなってしまってちょっと入れづらい感じがします、うん、もうちょっと取り出しやすい場所がいいなっていう方はここに入れてもちゃんと、三つ折りにして、はい、あの5枚入れることができますのでここを札入れにしてみるのもいいかもしれません、はい、3つ目にご紹介するのはこちらのシャネルのコインパースです。見た目の特徴なんですがやっぱりシャネルならではのちょっとマトラッセ風の本当にふかふかしたモスキンが特徴になっております、はい、結構似たようなデザインがたくさんあるんですけど、今回ご紹介するのはここのポケットが少し曲線がかかってるようなちょっと柔らかい感じのデザインとなります、うん、で公式サイトでは、結構限られた色しか見ることができないんですが、うん、バイマだとカラーも本当にたくさん、はい、見ることができるので気になる方は見てみてください。サイズ感なんですけれども横が10センチぐらいコンパクトで、うんまあ、やや正方形に近いような形となっております。コンパクトであるんですけどやっぱり皮がちょっとふかふかとしてるので、うん、厚み自体は少しあるかなと思います。中の作りの方を見ていきたいと思います。まずこちらの表に、ポケットが一つあるのとあと裏には、はい、1,2,3,4,4 枚分のカードスロットがついています。ここがジップのポケットなんですがこういう風にこの字型に開くことができるので、うんうん、すごく使いやすいと思います、はいうん、結構物入りそうですね。そうですね、はい、そんなに待ちはないんですが入り口のところがパカッとこんな感じで開く仕様になっています、うん、まずカードを入れてみました。この裏に4枚入るので4枚ずつとあとは表のこのフラップポケットに1枚入れております。試しにちょっと2枚入れてみたいんですが2枚でも入ることには入りますね、うん、すっごく皮がやっぱりシャネル柔らかいのでその分入れることできるんですが、うんはい、こうしてしまうと取り出すときちょっと大変かもしれないので、はい、普通に1枚ずつ入れていくのがいいのかなと思います、うんうん、あんまり入れると皮も傷みやすくなりそうですよ ね、 すね結構デリケートな素材なのかなと思います、うんはい、でちなみに表のところは限界で3枚ぐらい入れることができました、うんうんちなみにここのポケットにもカードが入れられるのでカード多い方はここのポケットを活用するのがいいと思います。次に現金も一緒に入れてみました、はい、今カードが裏4枚と表に1枚入れています、うん、で入れられたのが、お札は2つ折りで入れることができて5枚とあとは小銭が10枚入っています、うんでちょっと気になったのが口は広いんですがやっぱり下の方が狭いので、うん、中にまでなんていうんですか収納することができないというか途中でちょっと止まってしまうっていう感覚があります、はい、ただこの分量を入れてきちんと閉まりましたし、うん、見た目にもそんなにパンパンな感じはしないので、うんはい、十分の収納力あると思います、はいということで今回はかゆいところに手が届く理想のカードケース後編をお届けしました、はい、今回後編の中で、はい、どれが一番使いやすいなと思いましたか。そうですね私はこのバレクストラのカードケースが使いやすいなと思いました、はいうんはい、とにかく薄型でコンパクトですし、うん、その見た目以上に収納力があるっていうところが素敵だなと思います、はい、確かにカードがちゃんと2枚ずつ入ったのが魅力でしたよね、うん、そうですねちなみにミキさんはどうですか、はいはい、そうですね私はこのバレンティノのカードケースがこうちゃんとコンパクトだけど作りが見開きになっているのがいいなって思いました。 そうですね、その分ちゃんと収納力があるしカード1枚入れるだけでもしっかりといっぱい入るっていうのが魅力だなと思いました。やっぱ使いたいカードが一目でこうパッと分かるっていうのもいいですよね。そうですよね。今回ご紹介したアイテムはすべて概要欄にリンクが貼ってありますので気になる方はぜひご覧ください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。